ようやく注文していたオシロスコープが届きました。どこのオシロスコープを購入したか。こちら、テレダインレクロイです。えー、箱を早速開けていきます。箱がね、めちゃくちゃでかいんですね、これ、えー。こういったね、箱が入ってます。これ、こんな感じで。なんか紙とか、プローブですね。プローブが入ってます。受動プローブです。あと、ここに、えー、見えますかこういう風に、オシロスコープが、 入ってまますすがこれを取り外し緩衝材がね結構しっかりと入ってるんでこちらのオシロスコープですテレダインレクロイの HDO6000B シリーズこのカバーを開けるとここに書いてありますね裏面に電源コードを挿してそして電源を入れます オシロスコープは夏頃に購入していましたが、納期がちょっと年末か1月に入るくらいというふうに言われていました。ですけども実際には12月の割と初めの方にこちらのオシロスコープが来ました。今まではこういったオシロスコープを使ってきました。単純な BNC 端子のまあよくあるオシロスコープです。これも趣味使いならそこそこいいオシロスコープだと思いますけども、やはり最近本格的な測定をすることが増えてきたので、こういった かなり本格的なオシオスコープを設備導入しようというわけですアクティブプローブを使う場合だとこういった BNC 端子のやつだと相当使い勝手が悪いですアクティブプローブ用に別の電源を用意する必要がありますですけどもこちらの新しく購入したオシオスコープ見てくださいここの端子に アクティブプローブ用の電源供給のやつがついてます。ですので外部の電源を供給せずにものすごく使い勝手よく測定できます。今回アクティブプローブも一緒に購入しました。こちらにあるやつですね、えー。電流プローブが2つ、そして電圧作動プローブが2つの合計4つです。オシロスコープ電源を入れてもう測定できる状態ですけども、当然プローブを接続すると こういうふういふに波形が表示されますねちょっとトリマーのキャパシタが設定が変になっているのでこれを調整すると回すとはいできました今回買ったオシロスコープテレダインレクロイの HDO6104B1GHz のオシロスコープを購入しましたなんでこのオシロスコープを購入したのかそれについて話します この HDO6000 シリーズのオシロスコープで一番気に入ってる点は何かというと、それは操作感です。この操作感がですね、やっぱりものすごくいいと。この波形の順番の入れ替えだったり、そういうのが一番しっくりきたので、こちら選びました。オシロスコープはメーカーごとにこの UI が結構違ってきます。でですね、まあ、正直 UI とか使い勝手、操作感っていうのは慣れの問題だと思いますけども、 使っている時の一番しっくりくる具合といいますか、それがですね、こちらのオシロスコープが一番良かったという、それだけの話です。今回購入したのはテレダインレクロイのオシロスコープですけども、候補実は他にも3つありました。1つ目は横側電気。これは日本製ですね。 で2つ目がテクトロニクスこれは皆さんが使うオシロスコープの中で一番有名どころかと思いますでそして3つ目がキーサイトですこの価格帯のオシロスコープなんですけどもメーカーによってスペックは若干違うんですけども、まあ、正直言うとスペックはどれも似たりよったりかなといったところですその中から選ぶのだったら一番操作感のいいオシロスコープを選ぼうということで 今回このテイダインレクロイを選定しました。テイダインレクロイはこれ以外のモデルのオシロスコープも色々と作っているわけですけども、なんでこのモデルにしたのか。実はですね、3つ他にもモデル選んでます。1つ目が Wave Surfer 4000。で、2つ目が HDO4000A ですねで。そして3つ目、こちらの HDO6000B ですで。まず同じメーカーの中でも比較したのが画面の大きさです。 これ15.6インチの画面のサイズですけどもまあ普通に大きいですよね一番最初に気にしていたのが動画にするときにこの画面が収まりきらないんじゃないかっていう、えー、そういった懸念がありましたですけども実際に動画にしてみるとこの15.6インチでもなんか意外と動画の中ですっぽりと収まってしまうのでこのディスプレイの大きさでも問題ないという風になりました次に比較したのは使ってみた時の操作感ですねこの 操作する時にちょっと遅延みたいのが、まあどのがどオシロウェーブサーファー4000はこの動作が結構ね、もっさりしてたんですね。で一方で HDO4000A シリーズと今回購入した HDO6000B シリーズは、まあ、操作感としてはかなりですね、サクサクしています。この操作のサクサク感っていうのはやっぱ使う上で結構重要ですね。 使ってる時のストレスがたまりません次の選定理由は重さです重さがですね結構重要ですね作業場所と撮影場所オシオスコープが結構行ったり来たりしていますで,ですねこれが重いと持ち運ぶの大変なんですね今回は選定基準に重さ 10kg というのを入れました こちらはですね、重さ 10kg 以下なので、一応選定基準にはマッチします。ただ基準のですね、結構上限ギリギリですね、かなり 10kg には近い重さになってます。まあでも一応基準はクリアしてますし、あと実際に持ってみたときにそこまで苦労はしないので、まあ問題ないです。 次の選定基準に入ったのが軌道の速さです。軌道時間が長いとストレスが溜まるので、なるべく軌道時間の短いモデルを選びました。前回の動画のコメントで正確な測定ができるまでにウォームアップをする必要があるので、軌道時間が短いメリットはありますかっていうコメントがあったんですけども、メリットあります。例えばですけど、あの波形を見たいとか思うこと、皆さんよくあると思います。そういった時に電源を入れて、その波形の外形を ざっくりとでも確認できるってのはかなり重要な項目だと思います。正直に言うと、ウォームアップ完了まで待ってられません。でもちろん、ウォームアップが終わってから波形を測定した方が精度よく測れるっていうのは知っていますけども、そもそもウォームアップのありなしの測定結果が、その後の結果にものすごく悪影響を与えるような測定というのは、ここではやらないんですね。ですので、一見の使い方だと起動時間が早いというのはかなりメリットになります。 次は購入したオシロスコープの周波数帯域についてです。 テレダインレクロイのセールスエンジニアの方に聞いたんですが、この HDO6000B シリーズは周波数のグレードによって積んでいるチップが違います。なので周波数のアップグレードをする場合は基板ごとの交換になると言われました。レクロイの他のオシロスコープだとソフトウェア側で制限をかけていて、でそちらの制限を解除すれば周波数アップグレードをできるんですけども、この 6000B シリーズだけちょっと融通が効きません。基板交換するのも費用がかかりますので、今回は最初から 1GHz の 一番周波数の高いモデルを採用しました次はミックスドシグナルについてですオシロスコープここに4つアナログの入力がありますねこれはまあ普通のよくあるオシロスコープだと思いますでオシロスコープによってはこの部分に デジタル入力の信号があるものもありますですけども今回購入したモデルはそれはオプションになりますで、今までこのオシロスコープを使ってきたんですけど使うのはほとんどこのアナログの部分でデジタルの部分実は今まで使ったことないんですね ま、これまで使ってこなかったということで、まあ、今後使うこともほぼほぼないだろうということで、そのデジタルのオプションは今回は入れていません。もしデジタルの測定が必要になるときは、レコロイからデモ機を借りて対応します。次はプローブ自体のラインナップですね。 まあ今回こちらの作動プローブ購入してます。オシロスコープに標準で付いているこちらの受動プローブについてはまあ正直メーカーごとによってもう似たりよったりです。レクロイの場合は今回 1GHz のモデルを買いましたが、受動プローブは 500MHz のモデルが付いています。これです。パッシブプローブで 500MHz って言うんですけど、このワニ口の部分のリードが付いてたりするんで、まあ、正直 500MHz はまあ測るの相当難しいですね。 このプローブの先端の部分を外して、なんかいろいろこの先端のアタッチメントをつけないと測定は難しいと思います。それ以上早い周波数の測定をするなら、まあ、正直言うとアクティブプローブを使うしかないです。そしてそのアクティブプローブのラインナップも重要になってきます。当然このオシロスコープの性能は重要なんですけども、 そこにですね、一緒に使うプローブの性能も重要です。当然ですね、プローブがなかったら測定できませんので、受動プローブならどこのメーカーでも使い回しができるんですけども、今回購入したですね、あの、アクティブプローブについては、まあ買っていくとですね、メーカーごとの切り替えができないんですね。それなんでかっていうと、ちょうどこの部分にですね、あの、レクロイ専用の箱みたいのが付いてて、まあいろいろここでやってるからです。 なのでそのお城のメーカーから使いたいプローブが出ているかというのも調べるのも重要です一見が主に使うのは高電圧の作動プローブと電流プローブですそのジャンルで一番プローブのラインナップがあるのはおそらくテクトロニクスですその次にレクロイでキーサイトという順番です 使いたいアクティブプローブも大きな差はなかったので、まあ、個人的に使いやすいレクロイの方で選びましたアクティブプローブがあると当然測定の幅が広がるわけですで今回はこちらの高電圧の作動プローブこれはピーク 1.5kV の待機 120MHz のものにしていますでこれは電流プローブですねクランプタイプのものです 電流プローブはこちらの CP-031 です。電流の実行値は30アンペア。ホールセンサータイプなので直流も交流もいけるタイプですで。電流プローブあるあるなんですけど、この先端の部分ですね。あの、電線をここに入れて挟むんですけど、この先端の部分は日置電気製です。今回のアクティブプローブなんですけど、こちらですね、外部電源いらないでここに刺すだけで、 使えるタイプです。今までこういった作動プローブとか電流プローブとかを使うときは外部電源のあるものを使っていました。 これですね。この外部電源を使うとなると、コンセントがまず必要になるのと、あと配線がですね、かなり煩雑になってしまって、正直言うとめちゃくちゃ使い勝手良くないです。なので外部電源なしで、こちらのオシオスコープの方から電源供給できるアクティブプローブを今回は選択してます。絶対そっちの方が使いやすいです。実際に電流プローブ使ってみます。ここにこういうふうに挟んで、 で今回は電源の CC モードの電流波形を見てみます。でそしてここ CC モードを入れると、 ま、当然ですが、こういうふうに電流が流れていきます。今マックス10アンペアなんですけど、まあ、これで最大30アンペアまでえいけるということです。このオシロスコープの縦軸の部分ですね、何アンペアとか表示出てますけども、これどこのメーカーでも同じですけど、まあ、こういうふうな表示を自動でやってくれるので便利です。ちなみに今回購入したオシロのセット、まあ、本体と、あとはプロ部類含めて、まあ、価格は数百万円といったところですね。こういった動画内で使うにはかなり 高額な設備投資です。ということで今回はテレダインレクロイのオシロスコープを購入したという話でしただいたい45年くらいは使えるのでぼちぼち構成にも出しながら使っていきたいと思いますもしレクロイの方から新型のオシロスコープが出たらそっちの方もいろいろ試してみたいとは思っていますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄からレクロイのいつもお世話になってるセールスエンジニアの人からこの 3D プリンターで作ったシールをもらったのでここに貼っておきますこの操作のサクサク感この操作のサクサク感この操作顔が笑ってるなこの操作のサクサク感ちょっとダメだな